皆さん、こんにちは。ワンダルズリーです。では、今回は新規連の野望、アムロユニコーンに乗る続きをやっていきたいと思います。で今ちょうどね、ソーラレイ、そのシーンを見ていただきましたが、連邦主力艦隊、レーゼル将軍を含む、壊滅したという話を見ていただいたんですが、なお、それでも連邦軍の戦力、十分ということで、今回は、バーワー空攻略戦、これを始めていきたいと思います。では、早速、プレイの方を始めていきましょう。もちろんユニコーンをね、使った戦いがメインになっていきますので、早速ユニコーンを前面に出していきます。いや、ここも強力だな。本当に強力。激動。戦力が、主に、戦艦級になってきてますね。まあ、巡洋艦を含める。ここは今までと大きく変わってきてるところですかね。まあ、味方の方も、まあ、主に艦隊戦力が中心にはなってきてますね。まだボールがいるわけだね。ボールさん、まあ、戦力的には当然後半になればなるほど個々の能力値は高くなってきますけど、数で言うとやっぱりハワイ、オデッサに比べると、まあ戦いやすい数にはなってきてるのかなと思いますので、一気に押し込んでいきましょう。ただ、あそこのチベ落とせなかったのか。あそこのチベ落としとかないとちょっと面倒ですよね。あそこのチベ誰が乗ってたんだろう。補給拠点になるので、確実にここのチベは、ラコックが乗ってたんだな。ここは確実にこのチベを沈めたいので、ユニコーンを使って沈めにかかろう。いや、待って、ユニコーンを使うまでもないな。バロンのマクベ。マクベだな。で、ここで、セイラさんのアレックスを含めたガンダムチームで、このラコックのチベを沈めましょう。確実に確実に進めていきます。で、ブラウボーのバーミンガムはここ。ブラウボーのバーミンガムも攻撃に参加しましょう。ちょっとエネルギー的に心配ではありますけど、この後、補給をしながら進むということを前提に、早めに潰しにかかります。やっぱりユニコーンのね、エネルギーを切らさないというのが、最も重要なポイントになっていきますからね。これでラコックも沈めたので、補給地点の確保が可能になりましたね。で、ホワイトベース含むブライトはですね、アーバーワクーの外に待機。この後、次のターンで投入します。パーフェクトジオンがいるな、そこに。あのパーフェクトジオングはユニコーンを使って仕留めておく必要があるな。本来だったらここはユニコーン回復させたいところなんですけど、パーフェクトジオングは厄介なんで先に仕留めましょう。で、ミライさんのグレイバンドムがもう全くエネルギー切れになってしまってるので、ここは先にミライさんのグレイバンドム回復させましょう。セイラさんが何一人なんだろう、ここ。さっき操作ミスったかな。ここは残りの部隊を使ってでも終わらせておく。フラウボーのバーミンガムも次のターンで回復させたいな。フラウボーのバーミンガムっていう言い方もね、フラウボーがバーミンガムの艦長になってますからね、今。
ではこれでいきましょう。ブレイバントムのエネルギーの消耗具合だと、一旦だと全回復しないとは思うんですが、まあ、グレイファントムがね、攻撃メインに参加するっていうこともないかなとは思いますので、先にユニコーンの回復に入りましょう。次のターン。ボールが引きつけてくれたのは大きいな。バロンの TB がまだ落とせない。グレイファントムをちょっと前に出して、エネルギーは回復してますからね。ここで、キベを仕留める。ユニコーンは、どうする？一個前に進む？回復する？いや、ここは前に出よう。前に出て次のターンで回復。防御に徹すれば回復できるよね。到達できると思います。じゃあ代わりに、フラウボーのバーミンガムを回復させますか。で、ジム指揮官機も前に出します。ここだよね。ここを回復するしかないので回復させよう。ユニコーンがここまでたどり着けるからな。ここにたどり着いてここで無双するのが一番良さそうですね。ハワイ、オデッサの、激闘に比べるとまだここがぬるく見えるからね、アーバーワークが。一応ですね、この後、新ギレンの野望が終わった後は、提督の決断2。こちらのプレイもやっていきたいなと思ってるんですけど、合わせてですね、ちょっと今検討しているのが、過去のギレンの野望シリーズをね、ちょっと一気にプレイしていくのも面白いかなと思ってまして、そういうプレイも考えてます。ただ、サターン、初代がですね、初代新ギレンの野望が、どうも、セガサターンだけっぽいんですよね。となると、セガサターンがちょっと今手元になくてですね、家に帰ればあるんですけど、家というのは実家ですね。ただ、ちょっと記憶の限りだと、家にあるセガサターンもなんか壊れたような記憶がちょっとあってですね、そうなると、セガサターンをなんか調達しなきゃいけないなっていう、ね、感じなんですよね。それ以外のギレンの野望に関しては、プレイステーションあるいはプレイステーション2、もうギレンザルここで破壊したね。で、発売されているものがメインなので、それは PS2 持っているので、収録もできます。で、ワンダースワンも、収録は可能なので、唯一できないのが、一番肝心な初代ギレンの野望、セガサターン版。これもね、収録がちょっとできないのかなっていうね、感じがしてます。ユニコーンが回復したいのにな、そこ回復するところに誰かいるな。ノイエジールが、いや、無罪でしたね。ユニコーン回復がちょっと難しくなっちゃってるので、ここは一旦、そうだな、しょうがない。ブレイバントムのように下げましょう。で、ジム部隊も一旦下げる。うわ。サイサリスももうパワーダウンするな。結構しんどくなってきてるね。ドーニングのチューベ。これ撃沈できるかどうかだな。ここで撃沈できれば、次のターンでしっかり回復する要素が整いますからね。味方の奮起に期待しましょう。で、今回は、ホワイトベースも中に突っ込んでますので、ホワイトベースも前に前進させます。もう見えてますからね。拠点は。ここにパーフェクトジョーンがいるね。
ワニング潰せなかったな。ただ、ユニコーンが次のターンで出れると思うので、ユニコーンをど真ん中に突っ込んでいくか、ドアニングを撃沈して、その場所で回復しながら戦うかはちょっと確認が必要ですかね。もう左からミサイとジオングも来てるからな。いやー、ちょっと厄介だけど、ここは、制圧して、ここで、迎え撃ちましょう。で、グレイファントム落とされるとちょっとしんどいので、グレイファントムは一旦下げましょう。で、ジム疾患機を出して、ここでなんとか、チベを撃沈します。チベさえ撃沈すればあそこを拠点に攻略が進みますからね。で、アレックスとセセリスがもうエネルギーダウンですね。これは回復するしかないので回復に当てる。ホワイトベースも前に出しましょう。ホワイトベースからどうだ？バナージが出せるかどうかだな。バナージ出るね。バナージ出しておく。次のターンのためにで。ブライトも前に出します。ユニコーンに敵が殺到してくれるのが理想系なので。ドアニング、撃沈できないのか。まだ撃沈できないか。ちょっと失態でまあ、そこをこんなに時間かかるのは。ユニコーンを前に出したいのに、ユニコーンをスルーして、パーフェクトジョンがどこに向かってたかな。エルメスがいるね、ここに。コロンブスが撃沈されたか。パーフェクトジョングはどこに行ったのね。パーフェクトジョングはユニコーンを使って撃沈しておきたいかな。パーフェクトジョングはここにいるな。ユニコーンを回復しながら戦えるので、一旦ここで、ドアニングのチベを撃沈するか、エルメスを撃沈するか。こっちだな、先にね。で隊列順番変えて、それで、このドレンの無罪を撃沈します。サイザリスとアレックスはまだエネルギーが回復十分じゃないので、このままここで待機。で、バナージをどこにぶつけるかな。バナージは、いや、バナージこそここに当てて、ユニコーンはエルメスの攻撃に入りましょう。そっちの方がいいよね。で、ジム指揮官機も出して、確実に撃沈します。で、ドレンも沈める。ちなみに今、ジャブローがね、少し危ない感じになってますね。で、トリトン騎士は、ジオンに奪還されてます。地上戦はね、必ずしも優勢かというと、そういうわけではないので、なんとか、勝ち進めるように、早めに、バーワークを抜いておきたい。いいですね。またユニコーンもエネルギー切れになるから、どっかで回復させないといけないですが、回復させながら戦うのが一番効率いいんですけど、今回それがうまくハマってないかなっていう感じですね。数は沈められてもまだそれでも我々の方が有利ですからね。数で押し切りましょう。ユニコーンは
ここのパーフェクトジオンがユニコーンで仕込めるしかないので、ユニコーンを使いましょう。確実にここでパーフェクトジオンが落とす。で、ジョブジョンのセイラさんもここもエネルギー切れだな。ジム指揮官機も一回戻しましょう。まだまだ戦えるとはいえ、無駄に減らしたくないですからね。パーフェクトジョンブには援護を出します。サイサリス、アレックスも、もう一旦はここで待ちましょう。で、いいかな。ブレイファントム、ホワイトベース、エネルギーがちょっと心配ですが、このままここで待機。次のターンでバーミンガムの大軍勢がアーバーグーの中心に迫ってるので、攻撃で仕留めてもらいましょう。パーフェクトジョングをこれで破壊。ユーリー・アスラーの無罪も破壊ですね。モンスターのディベラも通るか。ここは強いね。ウッディ・マルディン。注意、タイ。タイだったかな。バーミンガムに乗ってるね。ここはユニコーンを一度ここで回復させよう。バナージは出れるね。このまま、ちょっと攻略戦を進めていきますか。ゲルググにこんだけの数で挑むのか、ちょっと心配ですけどね。ここは多少無理してでも、最終局面なんで、仕留めにかかりましょう。ホワイトベースも少し前に出して、攻撃は参加しません。もうエネルギー切れが心配なので、最悪次のターンでユニコーンがね、スレッガーがバーミンガムの艦長に乗ってくるウッディ・マルディン。能力的にはどうなんだろう。まあまあですね。指揮力29。ちなみにスレッガーは指揮力36。未来さんの指揮力もちょっとせっかくなんで見ますか。58高い。そして我らがブライト艦長は83圧倒的だ。フラウボは前に出します。どこを狙うかだな、フラウボで。ビーム衛星とか破壊してもあまり意味ないですけどね。攻略は次のターンに持ち越しですね。ユニコーンが次のターンエネルギー回復してるので、そこでユニコーンがしっかり活躍してくれればいいかな。何？スペインメインが撃墜されたか。されるか。ゲルグリで強いな。思ったよりはるかに強い。我々の有利に変わりはないですからね。次のターンでアーバーワーク攻略していきます。では、このままアーバーワーク。制圧してしまいましょう。まあ、バランスでも使うか、たまには。いつもユニフォームが制圧しますからね。さあ、残存兵力の相当ですけど、もう数は少ないですね。多くはないので、このまま全軍で終わらせましょう。続いてグラナダ攻略作戦に入っていきます。なので次回はね、グラナダ攻略戦をお届けしていきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。